菅原道真演技3年2月25日は、日本の平安時代の貴族、学者、監視人、政治家。3位、菅原忠自然の三男。官位は、12位、右大臣。増将1位、大城大臣。中心として名高く、歌天皇に徴用されて、官票の地を支えた一人であり、第5朝では、右大臣にまで上り詰めた。 しかし、無本を計画したとして、打宰府へ、打宰院外卒として左遷され現地で没した。死後恩霊と化したと考えられ、天魔天神として、信仰の対象となる。現在は学問の神として親しまれる。小倉百人一種では、関家。道真の産ゆい土と言われている井戸、菅原忠自然屋敷屋と、京都市上京区、月輝き女晴雪梅家に小生家連近京。 天庭城玉房港11歳で監視を作った梅門道真港天馬宮の象徴として使われる道真は、禅然とその夫人、友野市の三男として生まれたが、幼少期について信頼できる資料はほとんどない。幼名が阿子とされるが、これも信頼できる資料にはない。兄二人の記録はなく、道真も兄弟はいないとしていることから溶接したものと見られている。 道真は、幼少より、鹿に歳を見せ、11歳で、初めて漢詩を読んだ。上岸4年18歳で、文章生となる。上岸9年には、文章生のうち2名が選ばれる文章特行生となり、小6くらいした、下野県証上に除任される。上岸12年、管理等用試験、対策の法略策に、中上の成績で合格し、理解を進め、 長六くらい上となった。現場所、省内期を経て、上岸十六年中ご石下に助爵し、兵部省有ついで民部省有に任ぜられた。当時の朝廷の第一人者、藤原元常も、道真の文才を評価した一人であり、父、菅原忠自然を差し置いて、たびたび大筆を道真に依頼している。元行元年式部省有ついで聖職である、文章博士を兼任する。 元業三年十五以上。元業四年の父、ゼゼンの没後は、祖父、菅原清忠以来の主塾である、関家老家を主催、朝廷における、文人社会の中心的な存在となった。任那二年さぬき神を、廃任式部所有権文章博士を辞し、任国へ下校することととなった。道真はこの任が、左遷であると言われていることが残念であると述べており、 たびたび悲しみの意を表している。送別の宴で、道真は、摂政、藤原元常から死を共に昭和するよう求められたが、落類、お越して一言しか発せなかったという。任な三年末には一時帰京し、翌任な四年正月には認知に戻った。この年の四月、阿公事件が発生し、元常が職務を妨害する事態となった。 道真は10月頃再び入居し、元常に事件の発端となった立花の広志章を罰しないように意見書を寄せて、諌めたとされる。この書が出されたとされる11月にはすでに立花の広志章は謝免されており、元常の態度に影響を与えるものではなかったが、住者による立花の広志章への非難を緩和する効果があった可能性も指摘されている。 官票二年認知より帰京した。道真は本来ならば認知で行う引き継ぎを行わず、京都に戻っている。この年、赤尾事件の後も厚い信任を受けていた立花の広志将が病没し、歌天皇は変わる側近として道真を抜擢した。官票三年二月二十九日、道真は倉人頭に不任された。倉人頭は、 天皇近親中の近親とも言える職であり、紀伝道の家系で倉人頭となったのは、道真以前は立花の広志章のみであった。道真は倉人頭を辞任したいと願い出ているが、許されなかった。さらに3月9日には、式部所有、4月11日に左中弁を兼務。翌漢平4年中4位下に除せられ、12月5日には左京大部となっている。 官票5年2月16日には、参議権指部大輔に任せられて苦行に列し、2月22日には、左大弁を兼務した。4月2日には厚人と新能が皇太子となったが、歌天皇が相談した相手は、道真和人であったという。立太子に伴い、道真は東宮助を兼ねている。官票6年県党大使に任せられるが、道真は党の混乱を踏まえて、 剣士の再検討を求める権威を提出している。ただし、この権威は結局検討されず、道真は、検討大使の職にあり続けた。しかし、内外の情勢により、剣士が行われることはなかった。演技7年に、党が滅亡したため、検討士の歴史はここで幕を下ろすこととなった。官平七年参議在任二年半にして、先任者三名を超えて、十三人。 県中納言、県東宮大部に助任。また、官票八年長女広志公、歌天皇の女子都市、官票1年には三女安公、歌天皇の御子、時代親王の日都市、歌との結びつきが、より強化されることとなった。歌朝末にかけて、左大臣の源の通るや藤原吉夫、歌天皇のもで、大乗官を統率する、右大臣の源の吉有ら大官が、 相次いで没し、官平9年6月に、藤原時平が大納言兼左この絵大将、道真は県大納言兼右この絵大将に任せられ、この両名が大上官の長となる体制となる。7月に入ると、歌天皇は厚人親王に上位したが、道真を引き続き徴用する様子よう強く第五天皇に、求め、藤原時平と道真にのみ乾燥失踪の特権を、許した。 第五天皇の治世でも歌上皇の御行きや宴席に従うなど、歌の側近としての立場も保ち続けた。招待二年民議大臣に昇進して、時平と道真が左右大臣として肩を並べた。道真は家が樹家であり、価格が低いことと出世につけて中傷が増えたため辞退したいと、上進していたが、ことごとく却下された。翌招待三年には、 右この絵大将の辞意を示したが、これも却下された。一方で、文章博士、三好清行が道真に止め足を知り引退して、生を楽しむようとす文章を送っている。8月21日には、祖父以来の文章、死をまとめた歌集を第五天皇に献上し、ことごとく金と激賞された。正体4年正月に、12位に除せられたが、間もなく、 歌上皇を欺き惑わした、第五天皇を廃立して、娘婿の時代新皇を皇位につけようと図ったとして、1月25日に、太宰院外卒に左遷された。歌上皇はこれを聞き第五天皇に、面会し取りなそうとしたが、英氏に阻まれて三代できず、また、道真の弟子であった、倉人と藤原蘇金が取り継がなかったため、歌の三代を天皇は知らなかった。 また、長男の高見をはじめ、子供4人が流刑に処された。道真の後裔である、菅原沈行が、時平の残言として、以降、現在でもこの見解が一般的である。道真と時平の関係は険悪、あるいは対立的であったと捉えられることが多いが、実際は、道真の家と時平の家は、それぞれの父親の代から、関わりが、深く、 たびたび死や贈り物を交わす関係であった。正体2年には、時平が父、元常の事業を受け継いで建設した、極楽寺を定額寺とするための願い上の代筆を道真に依頼するなど、時平は文章家としての道真を高く評価していた。道真の失脚は、単に時平の陰謀によるものではなく、道真に反感を持っていた多くの貴族層の同意があった。 また、不走略記演技元年7月1日上に引く、第五天皇日記は、藤原清津らが左遷後の道真から聞いた言葉として、自ら図ることはなかった。ただ前夜尊の誘引を免れることができなかった。また、忍那寺のことに、数、上和の故事を報じるのだということがあったと記載している。これにより、配立計画自体は存在したという見解もある。 ダザイフへの移動はすべて慈悲によって支弁し、左遷後は、宝給や、従者も与えられず、政務に当たることも禁じられた。関係5州に収められた、信井百院では、左遷、ルタクの身に至るまでの自らの嘆きを綴っている。ダザイフ上院で禁止していたが、左遷から2年後の演技3年2月25日に、ダザイフで皇居し、安楽寺に葬られた。去年59。 演技6年冬、道真の着手講師は謝面され、大学頭に復帰している。演技8年に藤原蘇金は病死し、演技9年には藤原時平が39歳で病死した。これらは後に道真の怨霊によるものだとされる。演技13年には、右外人玄光が狩りの最中に泥沼に沈んで、溺死した。演技23年には、 第五天皇の御子で東宮の安脇親王が隠れ、拒した。日本気略はこれを道真の恨みが成したものだとしている。4月20日、道真は、ジュニーダザイ院外史から、右大臣に服され、聖人を送られた。延長八年長義中の清領殿が落雷を受け、大納言、藤原清津らをはじめ朝廷用人に、多くの死傷者が出た上に、それを目撃した、第五天皇も、 体調を崩し、三ヶ月後に奉行した。これも、道真の恩霊が原因とされ、天略万年に北の社において、神として祀られるようになった。一条天皇の時代には、道真の神格化がさらに進み、省略四年六月二十八日には、増昇一くらい左大臣、同年うるう十月二日には、大乗大臣が贈られた。父は、菅原忠自然、母は、 友野氏。菅原氏は、道真の曾祖,祖父、菅原古人の,の時恥氏より死を改めたもの。祖父、菅原清忠だと、父は共に大学頭、文章博士に任ぜられ、持続も務めた学者の家系であり、当時は、中流の貴族であった。母方の友野氏は、大友旅人、大友やかもちら巧妙な歌人を輩出している。性質は、島田忠臣の娘。 島田千来子。中心は、父も不明であるという家系の出身であったが、紀伝道においては、道真の死であり、たびたび道真と死や手紙を交わし合う関係であった。子は、長男、高見合図を、厚重をはじめ男女多数。子孫も、また学者の家として、長く続いた。高見の彦が高末で、その娘、菅原高末城は、道真の六世の孫にあたる。 特に高見の子孫は、中央貴族として残り、高辻や唐橋家を、はじめ六夜の道場家を輩出した。明治時代には五つの道場家は家族に列し、当主はいずれも死者区に除せられている。また、高辻家からは西、高辻家が別家し、太宰府天満宮の社家として、現代に至る。博多人形、幼少の観光博多人形、休日の場百人一種。 関係この度は、平もとりあえず、田むけ山もみじの西木神のまにまに著書には、自らの詩、三文を集めた、関係文章全十二巻、太宰府での作品を集めた、関係五集、編著に、類似国詩がある。日本記略に、関票五年、歌天皇に、新千万葉集二巻を建て祭ったとあり、関票音聞き載の宮歌合わせや、これさだ新能、 歌合わせ歌などの和歌とそれを監視に本案したものを、大にして編参した、新千万葉集二巻の編者と一般にはみなされるが、これを道真の編としない見方もある。私、歌集として、関係行集などがあるが、後世の偽作を多く含むとも指摘される。ここも和歌集に二種が再録されるほか、北野のお歌として取られているものを含めると三十五種が、直線和歌集に日集する。 六国史の一つ、日本三大実力の偏者でもあり、左遷直後の演技元年8月に完成している。左遷されたこともあり、編算者から名は外されている。祖父の始めた家塾、関ケ廊下を主催し、人材を育成した。関ケ廊下は門人を一門に限らず、その出身者が一時期朝廷に100人を数えたことも、ある。 関家廊下の名は清田だが、書斎に続く細殿を、門人の居室として当てたことに由来する。この旅は、兵も取り、勇えず田向け山紅葉の西木神の間に間にかいならず、深し減る、水の底までに、正気心は月ぞ照らさむ東風深場によひをこせよう梅の、話なしとて春を忘るな水引きの白いと述べえておる。木は、旅の衣に立ちや重ねん、根弱集百千二十三千ゃ。 松本徹くんが住む、宿の小杖の、ゆくゆくと、陰、ルルまでに帰り飯、早え貴重な驚き事変会。数え一落ぜ春秋去年今夜町清涼終始支編。独断庁恩詩業言い回りこの法事毎日。廃予項木像11面間の恩立像。平安時代初期旧世紀茅屋材の一木像で、彩色を施さない、素地仕上げ。茅屋材を、白檀の代用材として用いた。 男像様の作品。造九98センチメートル。道明寺蔵の国宝道真が慶の都を去る時に庭に植えられた梅の木に、東風深場に追いをこせよう梅の話なしとて、春な忘れそという和歌を詠んだ。その梅が慶の都から太財府の道真の住む屋敷の庭へ飛んできたという飛び梅伝説が存在する。また、同様に松の木も、 京都から飛び立ったが、巣まで力尽き来て落ちたという、観光の飛び松の伝説もある。鹿児島県薩摩仙台市東郷町、藤川の菅原神社で、菅原道真が死去したとされたとの伝承とともに、道真のものと伝わる墓がある。概要は、身の危険が迫り、筑前から船で、水俣湾を経て、鹿児島県薩摩仙台市湯田町に上陸し、薩摩仙台市上場町、 吉川を経て、同志統合町の藤川神社で陰性志向拠たと、される。その経路には、船つなぎ石、おこしかけ石などの史跡が残っている。また、吉川では、菅原道真を奥座敷に何度にかくまったことから、年中行事として、村人が集まり女子は左右の袖を広げて、男子を隠して、奥座敷に潜ませる真似をする風習が残っている。 北の天神縁起絵巻に描かれた、聖涼土の落雷事件だ財布天満宮全国、天満宮の総本社とされる、天満宮を彩る梅園道真が怨霊と見る向きが決定的となったのは、縁起二十三年に、醍醐天皇の御子康明親皇が皇居し、これを受けて、道真の復権が行われた頃だと見られている。さらに、延長三年に、康脇親王の御子義頼王。 上平三年には、時平の長男安田が没しており、これも、道真の怨霊説を補強する形となった。聖涼堂の落雷事件によって、道真の怨霊は、雷と結びつけられ、朝廷は、平井人が祀られていた京都北の寺の寺,の寺内社、北の神社に、道真を祀った。大宰府には先に、醍醐天皇の直命によって、藤原中平が建立した安楽寺の廟を安楽寺。 天魔宮に改修して、道真のたたりを沈めようとした。また、時平の弟、藤原忠平の子、藤原諸助は、北の神社を支援し、天徳三年に祭門を捧げ、社殿を造営している。諸助は兄であり、時平の娘を妻としていた、藤原舎よりの家と競っており、道真の怨霊の協調は、舎よりの系統を圧迫する目的があったのでは、 ないかという説がある。省略4年には薬病が流行し、これは道真のたたりとして、聖任左大臣が送られている。一方で、かんな2年には、吉重の安種が道真を学問の神として祀る、祭文を挙げており、観光9年には、大江正平の祭文によって、学問の神的側面が強調されている。また、冤罪を晴らす神としての信仰もあり、 映画物語には、太宰府に配慮された、藤原コレチカが設営を願って、太宰府天神を参詣する姿が描かれている。以降、北の信仰は、中、仮想階級から摂関化に至るまで広まった。江戸時代には、正体の変を題材にした芝居、天神記、菅原伝授手習い館、天魔宮なたねネゴが上演され、特に、菅原伝授手習い館は、人形浄瑠璃、 歌舞伎で上演されて、大当たりとなり、義太夫狂言の三大名作のうちの一つとされる。現在でもこの作品の一部は、人気演目として繰り返し上演されている。近代以降は、中心としての面が強調され、紙幣に肖像が採用された。具体的には、戦前の日本銀行券の歴代の五円紙幣の、内海蔵券、おつ合圏、超合券、異号券、 呂合券、および公二十円券に採用されている。廃所にても、天皇を恨まずひたすら謹慎の誠を尽くしたことは、広瀬武雄の監視、正規化に、あるいは観光畜死の月となると読まれ、また文部省唱歌にも謳われた。第一高等学校では、生徒訓育を目的に、倫理行動正面に、文人の代表として、菅原道真の、武人の代表として、 坂の上の田村マロの肖像画が掲げられていた。昭和3年に講談社が発行した雑誌、キングに、恩師のおこも今これにあり報じして、まい予行をハイスのパロディ、坊主のうんこ今これにあり報じして、まい予行をハイスが掲載されたところ、不敬であるとの批判が起こり、講談社や伊香保温泉滞在中の講談社社長、野間清二のもとに、 傍観らが押し寄せるという事件も発生している。近年では、社会科中学生の歴史などの歴史の教科書に、北の天神縁起絵巻や道真の肖像画が載せられ、音量から神になるまでの経緯が紹介されている。歴史番組関係に関するカテゴリー。ありがとうございます。